Thank you. You're right. すごいね。これがトルコのティーだよ。ああ、美味しい。これがトルコのチャイか。インドのチャイよりも、インドのチャイはミルクティーみたいな感じなんですよ。でもトルコのチャイはほんまにもうストレートティーみたいな感じ。あ、めっちゃ好きやわ。うん、めちゃくちゃパンふわふわやな。うまっ。さあ、トルコ初のというか、昨日実は路上靴磨きやったんですけど、1時間くらいやったんですけど磨けずに、まずは路上靴磨きで磨きたいなと思います。マーケット Yes? ジャポンマーケット。ジャポンマーケット。はい。İş var mı orada mesela? Oğlum da dayanamam. Ben onu öldürdüm bilmem ne dedi. Oğlum manyak mısın? Sürge dedim. Çıktı lan dedi. Karakolun içine kimi öldürdü lan dedi. Salak salak. Thank you very much. Can I take one photo? Picture? やりましたよ。記念すべき2足目でも、路上靴磨きでは記念すべき1足目で20トルコリラいただきました。20トルコリラあれば日本円でなんぼや、100円か。あのコーン1個食べれますからね。1回のご飯代くらいですよ、20トルコリラって言ったら。こんにちは。猫が来たよ。トルコやたら野良猫が多い。猫がここでは一足しか磨けなかったですね。ちょっと人通りが減ってきたんで、もう一つ気になる場所というか、まあ、実は昨日そこでやったんですけど、ちょっともう一つの場所に移動してみようかなと思います。今日は3足磨きたいんでね、あと2足頑張って磨きたいなと思います。トルコリラもらいました。ありがたいですね。なかなか人通りが少なくなってきましたが、I have a good question. But I don't have more time. Okay. Sigara al buna sigara. Hey, bir vist onda blok. Is it working at your shop? Oh, really? Yeah. Çoşun güzel sekan usatılar. Çiğ akar. Batır bro.
Oh, thank you very much. Welcome. Mamun baş mazni ya. Bana edip var diye mi lan? Onu da da verama. 食料を探してやがった。その左手を上にした手の重ね方も、ねえぞ立ち方も、お兄さんったらすごく自然にやってるからすごいなと思って。そうですかね。いや全然無意識で。期待外れやったか。そういう作法があることすら知らなかったんですけど。三足目の方の靴を磨かしてもらいます。ちょっとがっつりムスリムなんで。写真はもしかしたらあかんかもしれない。やった。目標の3足磨かしてもらって、最後の人には75トルコリアいただきました。ということで今日の売り上げはですね、合計ですね115トルコリラいただきました。115トルコリラ、日本円でなんぼ600円くらい。でもトルコやったら結構豪華なご飯、まあ1日の食費分くらいですかね。まあでも大きな一歩ですよ。多分ここがベストではないと思うんですよ。まだ場所を探したらもっといい場所は絶対あると思うんで、こんなもんじゃないと思いますよ。僕はトルコは。すごいところにあるよ、ハンチホステル。お、それやったあかん場所なんてないですからね、基本的には。ここでちょっと広げますわ、靴磨きセット。絶対あかん場所よ、ここ。やっぱあかんかったね。あかんかったわ。